どうも、原宿店スタイリストの木村です。島崎です。初めて島崎さんと一緒に動画撮ります。これからね、そう、そうですね、トーヤにね、カラーをやってもらいます。はい、そうですね、今日は白、そうですね、ホワイト系のカラー、はい、はい、成人式とかね、やっぱイベントがあるこの季節、もしかしたら周りからね、周りと差をつけてもいいんじゃないでしょうかということで、トーヤさんにちょっと難しいカラーをお願いしました。任せてください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっと早速ブリーチから塗っていきます。はい、はい、お願いします。途中経過をちょっと見ながらやっていきます。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。今ちょっとブリーチの途中経過です。島崎さん、毛先の回数と中間の回数が違うので、ちょっとあの中間に時間を置いてから毛先に行きたいと思うので。はい、はい、そうですよ。根元はあの開けてます、わざと。そう、開けてます。開けてますよ。こんな感じペーパーだらけになってるんですね。ペーパーだよ。はい、はい、こんな感じ。ちょっと時間を置いてから毛先切ってきます。さあ、島崎さん、ブリーチが終了しました。しました。洗い流しました。毛先が抜けました。はい、今からこの状態から白系に持っていきたいと思います。はい、はい、ぶっ込みますよ。ぶっ込みます。いい感じに入ってきております。島崎さんの、はい、ニューカラーが、ニューカラー、お楽しみ。バーン、バッ。はい、じゃあ島崎さんのカラーを流し終わりました。はい、仕上がりかと思いきや、まあ、ハイダメージなので、ここでプレミアムトリートメントをしながら栄養補給して最後仕上げに行きたいと思います。はい、はい、そうです。ぜひダブルカラーでご予約の方、プレミアムトリートメントをすることも髪のためにはおすすめのメニューなので、はい、ぜひお願いします。さあ、プレミアムトリートメントもしたおかげで島崎さんの髪の毛が、さあどうでしょう。はい、ででー、おお、めっちゃいい。シルバー完全に、はい、ホワイトシルバーって感じですね。こんな感じに、めっちゃいいっす、仕上がりました。はい、このソーヤさんにね頼めばこんな難しいカラーもね、うまいこと染めてくれるんで、はい、ありがとうございます。はい、で、あの、僕みたいなダメージモの方とかも、はい、ご相談によっていろんなことができると思うので、ぜひね、ソーヤさんで一回、はい、そうですね、はい、お医者の時、原宿店に遊びに来てください。遊びに来てください。はい、で、僕たちに何でも相談していただければ、はい、はい、できる限りお力になりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、今日の動画を見ていただいた方、はい、まあ、なんかこの特殊系のカラーとか、はい、まあ、やりたいなと思ったら、ぜひぜひどしどしあのご相談ください。これからも動画どんどん更新していきますので、はい、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。また動画でお会いしましょう。うぃー。